おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりの秘境フィッシングね、ちょっと試したいルアーもいくつか買ったから、これスレッダースキャット、これまだね釣ったことないから、どんな当たりの出方すんのかなっていろいろ試したくて、で脳進化で沈めてくのもいいと思うんですが、ちょっと流れが効いているので、フリーリグで沈めて誘ってみようかな。多分表層だとすぐ流されちゃいそうだから、いやスレンダースキャットで、針はスーペリオフックの3番にしてみました。これを普通にリグって、こんな感じ、どうかな、いると思うんだけどな。刺してきてないか、いるときはこう1投目でコッとか言って当たるからな、いないのかもしれないですね。今日まだこういう感じじゃない。中に群れてるとは思うんだよな、この感じだから。前も丁寧に打ったら結構湧いてきたかな。案外重りいらない、いらないな、これおもりいらない風でした。こういうとこいると思うんだよな。夕方になれば刺してくるかな。結構セレクティブな状況なの。
やべ、何でもいいわけじゃない。わお、送った、おっしゃ、いないかと思った。いました、いました、いました。ちょっと待っててね。上流からミミズが来ましたよ風ドリフトに。後半のよいよいよいよ、おお、いいサイズ。はいはい、はい、スレッダースキャットリー、春っぽいバス来ましたよ。こんなね、何センチか、長さは案外40ぐらいあるかな。はい、スーペリオフックの30番でね、ちょうどいいですね。うん、ね、糸がね、横っ走りしていて、釣れました。スレンダースキャット、スカッパの。じゃあね、この子は逃がしてあげたいと思います。イエーイ。はいはい、ありがとうさん。よいしょ、ね、まあまあ、多分お腹もちょっとぽっこりしてて、ありがとう。はいはい、あー、よかった、釣れた。ねえ、スレンダースキャットで、でタックルがロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラスにメタニウムの、ギア比の速いもので今ちょっと上に入れて、まあ、糸のたるみだけをゆっくり取ってドリフトさせてたら、グググググググって走りましたね。このエリアに刺してるっての確定であれば、まあちょっと、もうちょっとライトな、なんだろう、ワカサギみたいなやつとか入れたらもうちょっと釣れるだろうから、まずね、スレンダースキャットどんな感じで釣れるのか、ノーシンカーで転がして、ちょっと確認の意味も込めてたまにこういうツージャーク入れたりしてます。上流にアップで投げるとなんだな、今の感じのがいるってことは多分45ぐらいまでは釣れてくれるんじゃないかな。あそこでアークーってことは対岸丁寧に落としていけば、ちょっと見えバスって感じではないけど、何回かチャンスあるんじゃないかな。こうふー、糸がツッって走ったらね、即合わせみたいな、そういうゲームだと思うんですけど、ちょっと濁ってて三重のバスはいないんですが、多分待ち伏せはしてると思うんだよな。こう沈んでいくのが早いから、なんだろう、楽ちんというか、
スピーディーにパン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 ってこういるのかなってチェックしていくときにちょい沈むの早いのが便利。うん、こんぐらい流れてるとね、結構なんだろう、沈めるより先に流れてっちゃう。それがなんか絶妙に流れを噛みつつもしっかり入ってってくれる。これは使いやすいな。まだそんなにいっぱいはまあいないのかもしれない。見つけたら食っちゃうだろうこれな、この感じですから。ノートかなのかな、ノーシンカーって感じじゃないかもな。まあでもね、ちょっとあれやこれや気になるところをチェックして、アフタースポーニングの時期とかにね、結構効くと思うんですけどね。見えバスもいないね。背びれ。はい、スレンダースキャットでね、無事1匹目を釣ってから、ちょっとねその他の釣りはどうなんだろうっていうことでチェックを開始してみたんですけども、まずはねトップウォーターからねちょっと試したいなということで、ラインスラックのこれは背びれね、ですね、これを岸際に入れて、それでねトップウォーターで釣れないかなということで試してみております。結構ね手で触った感じ水温は低めなんですけども、ただ上流のここに魚刺してくれてたらなっていうところで釣れてくれたので、そこでまあちょっとねトップウォーターどうかなっていう、まあ、このタイミングでトップウォーターにねモンドリ打って出てくれればいいサイズじゃないかなっていうことで今試しているのが背びれですね。で大体岩盤の方に投げて最初の何巻かでね釣れるときはガバーってね出てくれるんですけども、そんな魚がいないかなっていうね。もう4月を過ぎてきたらですね、トップウォーターからミノーからワームから、まあ、ビッグベイトとかからスイムベイトまでね、何でもタイミングによっては反応してくれるはずなので、大好きなねトップウォーターの釣りを試してみておりますが、まあねちょっと静かなんでやっぱりワームの釣りなのかななんてね、疑念を抱きつつ、捕食音的な。でこのね次のタイミングでこれ、ミノーに変えてみております。ワンテンジュニア、
はい、ここで取り出したるはメガバスのワンテンジュニア。春先のジャークベイトが効くよなんていうタイミングでね、非常に好きなルアーなので、ちょっとね試しに投げてみております。いつものね春先だと、まあワームの釣りもちろん大好きでやるんですけど、プラグが決まるとね、もうほんと延々に入れ食いみたいになることもあるので、この時によく使うのがワンテンジュニアとオリジナルのワンテン、それとですね80ジュニアね、80ではなくて80ジュニアね、ここでめちゃくちゃ入れ食いになったことがあって、ただね今回はちょっとシルエットが大きめのワンテンジュニアを選んでおります。使い分けとしてはですね、同じジュニアってつくんですけども、80ジュニアの方が1個ね下のレンジに入る感じかな。ワンテンジュニアが結構ツージャークとかでね、こうアクションさせていくと、表層まあ水面直下でうまいことね左右に、ダートするっていうね、そういうイメージの使い心地なので、結構上のレンジを素早く探りたいときはワンテンジュニア、それより1個入れたい、あとシルエットをもう少し小粒で攻めたいっていうときは80ジュニアっていうね、こういう使い分けでやっております。でワンテンジュニアでね、まあ、軽快に表層を探って、まあこれで食ってこないようだったらまたちょっとねワームの釣りに戻そうかなっていう感じなんですけども、でねこの時ね、まあ手元のアップとかないんで分かりづらいんですけども、このワンテンジュニアは普通ね3つフックがついてるんですが、2フックにしてオリジナルのフックサイズより少し大きい番手のね針を、2本背負わせて、それでねジャークしているっていうね感じですね。で、ちゃんとねそれでサスペンド調整するような調整にしてあって、でなおかつ背中にこうなんだろう追っかけてきたのとかね見やすいように、シールを貼ってるんですよね。まあこれもちょっと分かりづらいんですけども、背中にオレンジのこう視認性のいいシールを貼ってあって、ルアーをこう見ながらねツージャークして、釣れる時はですね結構後ろに魚がついたりするので、そうしたら食わせのアクションでさらに入れていくっていう感じで、足元までこう素早めに追わせてあなんか追ってるって思ったら食わせのなんだろう鋭いジャークに変えるって感じですかね。この通常アクションしてる時はパン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 でこれで左右に横飛びの幅の広いジャークをしていて、で、あ、魚ついたと思ったら、そこからちょっと鋭めのチャッチャッっていう感じのジャークに変えて、それで食わせにかかるっていうね、そういうイメージでミノーを使っているんですけども、ワンテンジュニアね、ほんとこの手の釣り、非常にやりやすいので、ね、重宝しております。で、タックルはですね、ワームで使っていた時と同じで、ロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラス、これに、メタニウムをつけて、このねメタニウムはハイギアモデルのものですね。ワームで、スレンダースキャットで釣りしていた時と全く同じセッティングなんですけども、このセットがねほんとこのちょんちょんとね 10g 前後のルアーをね、ダートさせるような使い方に非常に使いやすい。で、非常に高感度な竿なので、ワームをこうドリフトさしたりとかですね、そういった釣りでもカンカンと金属的な当たりが出てきますし、それでもってね針がある感度がいいと言ってもこう竿がね絶妙に曲がってくれるので、この手のねミノをジャーキングトゥイッチングして食わせにかかるっていう時もね気持ちよくね魚が乗っかってくれるっていうね、あんまりその針が強すぎると魚が食って初期がかりした時にね弾いちゃうような感じがあるんですけど、このセッティングだとねほんと気持ちいいようにスパーンとね魚がかかるんで、このプラグの釣りにも使っております。ただこの日はね一通りこういうプラグとかもやってみて全くノー感じだったので、そろそろですねこれまたスレンダースキャットの釣りに戻そうかなって思ってるんですけども、そのままのねセッティングで、またワームに付け替えて、それでドリフトのゲームに戻していきます。
スレンダースキャット。こういう春先にストレートワーム脳進化沈めるだけ結構効くんだよな。もう糸を見てプンって走る瞬間待ちみたいな。ただなんかそこを嫌ってる時あるからね、しばらくやって当たりとか出ないようだったら、ミドストとかちょっと浮かした展開にすぐ変えた方がいいんですけど、ただね、なんかじっとりねっとりやると結構ツンってね当たりが出てくれたりするから、春のお楽しみって感じですけど、お、なんかピチッピチッとした、ピチッとなんかピチッとしたね、ピチッと。なんか影みたいなバスじゃねえ。送った、よし、おお、おお、今食いついたのが見えました。なんか走ったなと思ったらバスが食ってました。すげえな、イエーイ。あー、このサイズもいるんだな、嬉しいな。なんかよいしょよいしょよいしょよし。はーい、なんかねちょっと魚がピチピチしてるなーって印象があって、丁寧に丁寧にドリフトさせたらズコーンね、この流れにわーって乗せていたら吹っ飛んできましたよ。いやー、ちょっとねサイズは小ぶりだけどね、バチッと食うね、うん、で今食って走ったのも見えたからね、すごいね楽しかったです。おー、スレンダースキャット、イエーイ。じゃあね、逃がしてあげます。魚刺してきたのかな、もともといたやつなのか。よいしょ、ありがとう、小ぶりだけど。あー、元気元気。スレンダースキャットでホワイトウルフの
8ポンドでね、こういう釣りすごいやりやすいんでやってみております。スコーンと食ってくれましたよ。よいしょ。